世界で一番短い聖書のお話の時となりました。私はこの今回デンバーとニューヨークに行ってきましたが、ほとんどの場合一人でしたが、今回は佐藤牧師、佐藤ピーが一緒についてきてくれました。それでいつもより多くの写真を撮ることができ、映像を撮ることができ、また私の荷物を持ってもらうことができたのですね。それで今回私はですね、デンバーでほとんど眠れませんでした。まさに一睡しただけで、ほぼ貫徹でですね、飛行機に乗って、そしてニューヨークに着いたのです。ニューヨークに着いて、浅野夫妻に、牧師夫妻にですね、マクドナルドまで連れてっていただき、集会が始まるまで約 2,3 時間ありましたので、そこで休んでいるようにとのことでした。それは私にとって大きな助けでした。なぜなら雲虹の原稿が1枚も書けてなかったのですね。その間に私は8枚書くことができました。そして集会室に行き、そして、早く帰らなければならない方々をお祈りしたんですね。その結果どうなったのかと言いますと、疲れ果ててしまったのです。徹夜で飛行機でデンバーからニューヨークに移り、そして車で来たところで8枚の原稿を書き、そして祈り、そして集会に立ったのですね。で、最初はですね、予言のセミナーで私が予言の話をしたんですが、声が出ないのです。そして頭が働かないのですね。まさに疲れの極地にいる、そういう状況でした。そして私はやっと奉仕を終えた時に、次の賛美メッセージは無理であるとこもったんですね。しかしその時に主が言われたんですね。この奉仕に使わしたのは私である。私に力があり、私に恵みがあると。それゆえ私に信頼しつつやりなさい。確かにあなたは疲れているが、あなたは私の力を体験するであろうと、こう言われたんです。それで私は疲れていましたが、私に頼らずに神の力に頼ることにいたしました。その時に神が働かれたんですね。私は力強く神様が働いているのを見ました。元気いっぱいであり、私が最も元気の時のような、そのような状況になりました。そして話し終わった時、私は満たされていたのです。神が働いてくださいました。神が技を成してくださいました。神が力です。神に信頼しましょう。どうもありがとうございました。